どうも、速化塾のコボです今回も運についてちょっとお話ししてみようかと思うんですけども運のいい悪いってありますよね、まあ考え方によっては運のいいことと悪いことっていうのは人生を通じてね両方がまつっぺになるっていうふうな考え方もあるんですよつまり人生の前半にいいことがあると後半には悪いことがあるみたいなねでプラマイゼロになるんですよみたいな考え方があるみたいなんですけども私はこの考え方ね大いに 疑問だだななっていいううううかねそうじゃないんんろうと思うんですよつまり運がいい人ってずっと運がいいし運が悪い人はずっと悪いと思うんですよ。でできれば運が悪い人になるよりも一生運がいい人になりたいじゃないですか。じゃあそのためのね私なりの秘訣なんですけども運はいい人にさらにいい運が寄ってくると思うんですよ。つまり引き寄せの法則なんですよね。運が悪い人には泣きっ面に蜂もっと悪い運が重なってくるんじゃないかなと思うんですよ。 例えばね、タンスの隅で足の薬指をガツンと打つでしょ。いったたたた運が悪いなと思ったら、今度はね、次の悪い運がそこに集まってくるんですよ。どういうことかっていうと、足が痛いから、よっちゃらよっちらって歩くでしょ。そしたら今度はね、別のところぶつけて、あこっちもぶつけちゃった、いたたたってなっちゃったりするんですよね。まあ、だからね、運が悪いことってど、んどんどんどん引き寄せていくんで、考え方と行動を変えることなんですよ。例えば 足を薬指をねタンスの数で打ったからといっても運が悪いと思わずにあ運が良かったとこの程度で済んだんだと本当だったらすっ転んで頭からいったかもしれないなっていう風に考えることによって自分が運が良かったって思うことになるんですよそうすると腐らずに済みますしよしじゃあ次の一歩は慎重に もうちょっと注意深くね、行こうかなっていうふうに考えたりとか、あ、ここはタンスの角に足をぶつけやすいんで、タンスをちょっと移動しようかなとかね、タンスの隅っこにちょっとね、あの、干渉剤つけようかなみたいなね、そんな発想になってくると思うんですよ。そうなると、今度同じところでぶつける可能性とかね、足を痛める可能性っていうのは減るわけですから、運が悪いこと運が良い,いことに変えることができると思うんですよ。まあ、そうなるとね、どんどん運が良くなってくるんではなかろうかと思います。で、 強制的に自分の運を良くしようと思ったら、美味しいものを食べてね、いい気持ちになることなんですよ。あとはね、車の洗車をすること。ね、綺麗になったら気持ちがいいから安全運転しようと思うんですよね。でも、汚れた車で大して手入れもしてなかったら、やっぱり乗り方って乱暴になると思うんですよ。そんな感じで、持ち物にしても身につけるものにしても、最初からね、愛情を込めて丁寧に扱うと、そこから運の良さってのが始まると思うんですよ。これ、対人に対しても同じですよ。 どんな人に対ししてても感謝とと喜びを示しているとね、やっぱり運って良くなるはずなんですよ。そういうふうに考えていくように私はしてるかなと思います。だから人生の運を良くしようと思ったらあ自分は運がいいんだとこんないいことがあったこんないいこともあった。で悪いことがあってもこの程度で済んだら運が良かったなと思うことなんですよ。ね。そういうふうにすることによってね、まあ、運が良くなるのかなと思います。よくね、自分の運命は、 あの、三つの視点で変えることができるっていう人もいるんですよ。例えば、仕事を変える、人脈を変える、住むところを変える。確かにこれ、一見すると正しいように思いますけども、例えばね、付き合う人を変えることによって運が良くなるってどういうことやっていうことなんですよ。つまり、自分の運の悪さが、他の人に由来するっていうふうにね、責任転嫁しちゃってるわけなんですよ。ですんで、ここも考え方を変えて、あ、自分は運がいいと。 今周りにいる人に囲まれて本当に恵まれた人生を送ってるなっていうふうに周りの人にね感謝を示すことなんですよね少なくとも感謝を感じていることその人に対して良かったありがとうっていう気持ちがさらなるいいご縁を結んでいくのかなと思います皆さんどのようにお感じになったでしょうかそれではお疲れ様です